やっぱり少し編集、修正が必要かな。ん？このエナジードリンク初めて飲んだけどめちゃくちゃうまい。いやー、夜中の編集にはやっぱりエナジードリンクだよね。目がさ、Z コード！バイキングジョーです。はい、ということで今回はいろんな Z コード閉塞解除企画第27弾ということで、もうね、夜中に編集している YouTuber さんはお世話になっている方が多いのではないでしょうか。はい、エナジードリンク、こちらで見つけた Z コードの方をね、スキャン、そして閉塞解除していきたいと思います。っていうか、このエナジードリンク初めて飲んだんだけどめちゃくちゃ美味しいんだよね。カルピスソーダみたいな味がして、はい、ということで早速始めていきましょう。美味しそうなコードを探すでございます。普段はモンスターエナジーをね、好きで飲んでるんだけど、まさかね、こんなところに Z コードがあるとは思う。来た！うわぁ、マジかよ。もうね、夜中で急遽撮影したから、ね、閉塞解除できればいいなーなんて思ったんだけど、うわぁ！はい、っていうことで、残念ながら閉塞解除することはできませんでした。ドア、閉まりまーす。はい、っていうことでね、残念ながら閉塞解除することはできませんでしたが、いやね、今夜な夜な頑張っていたから、ここで閉塞解除できたらね、すごいテンションが上がるパターンかななんて思って撮影したんだけど、できませんでした。ただね、今頑張って撮影しているのが、シンカリオン Z500 こだまの変形バンク、まあ、超進化シーンをね、再現の方撮影しているので、公開になった際は、このね、夜中に頑張っているジョーの努力を皆さんね、見ていただければなと、心から切実にそう思っております。はい、そんな感じでね、バイキンのジョーのチャンネルでは、こういった Z コード閉塞解除企画の他にも、シンカリオンの動画はね、シンカリオンからシンカリオン Z まで、グッズからおもちゃなど幅広く、たくさんの動画を公開しているので、よかったらチャンネル登録をして、他の動画もチェックしていただければと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイキーン。見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram もやっているので概要欄からフォローお願いします。せーの。